はい、はい、ありがとうございます。録画始まりました。遺産修理工学の8回目になります。ちょっとトラブルがあってうまくスタートできなかったんですけども、じゃあ今からやっていきます。はい、すいませんでした。それでは、コメントの方は、あ、しまった。違うものが見えてきましたね。はい、コメントの方を、ご紹介していきますけども、まあ、そうですね。初回のガイダンスで、出席者の誕生日を認知しなかったのを思い出されまして、まあ私も思い出したんですけども、記録を見てみると、回答は31人だったので、まあ計算すると、まあ73%ぐらい同じ誕生日の人がいるようことになるんですけども、まあその73%ぐらいの確率のことは起きなかったということになるわけですね。はい。どんな文章でも当然気をつける必要はありますが、特に確率の要文章は、読むときも書くときも、その記述は何を表しているのかに神経を使う印象があります。まあ、その通りですね。で、日本語でのモンティホール問題の記述を考えた時にそう感じました。そのモンティホール問題のことを、ちょっと言及してもらったので、それが何なのかということを今から、説明していこうと思いますけども、本当にですね、確率に関することを、は間違いやすいですし、間違ったことが書かれていることが、論文レベルでもたくさんあります。もう間違ってる論文たくさんあるんですけど、もう、だからなんだろう、計算が間違ってるとか、そもそも以前にですね、そもそも、なんだろうな、記号が意味をなさないとかですね、いろんなことがあるんですけども、まあ、そういうことあるので、皆さん注意してください。だからなんだろう、人が間違ってるか、自分が間違ってもいいとか、これ全然ないので、間違いないで使えるようになるというのは重要なことだと思います。だから、私も間違いがちになるので、もし間違っている部分があったら、教えてください。よろしくお願いします。では、この、ですね、モンティホール問題について、ちょっと今から、まあ、10分じゃないかな。20分ぐらい、ちょっとご紹介していこうかなというふうに思います。はい。で、ちょっとこれ、昔の授業、これ2017年ですけども、2017年はちょっとこれやったんですけども、ですね、モンティホール問題ってのは、こういう問題です。で、どういう問題かというと、ですね、この、まあ、プレイヤーというか、まあ、景品を今から、皆さんに、あげるというような、なんだろうな、くじというか、ギャンブルというか、なんでしょうね、遊びをするんですけども、こんな感じになってます。で、皆さんの場合には、こう、三つのですね、扉があります。で、後ろ見えません。で、このうちろの、うち、この三つの扉の中の一つが、まあ、当たり。で、そこにはですね、景品を表す新車がありますと。で、二つは外れで、まあ、その時には後ろにはそのヤギがいるということになっています。でですね、皆さんは何をできるかというと、この三つのうちのですね、一つを選択することができます。で、まあ、選択します。まあ、例えばこう真ん中の扉を選んだとしましょう。で、扉を選んだら、まあ、これは当たりか外れかどっちかなんですけども、まあ、選ばなかった扉のどちらか一方は必ず、まあ、外れなんですね。まあ、当たりかもしれないし、外れかもしれない。で、この一つの扉を選択した後にですね、私がですね、一方、どちらか一方の、外れであるっていうふうにもう分かってる、扉をですね、開けてしまいます。だからこれを選んだんです、外れでしたっていうふうにですね。で、この時点でですね、皆さんにはですね、嬉しい知らせというか、これを見てですね、この選択を変えてもいいって言われるんです。最初に選んだ扉を残っている、開けられていない扉に変更してもよいって言われます、皆さん。で、この時に変更した方がいいか変更しない方がいいかってことを皆さんは、まあ、決めるわけですね。で、まあ、ちょっと考えると、外れを知らされただけでは、この扉の後ろに、その当たりの車がある可能性はまあ変わんないだろうっていうような、まあ、気はするんですけども、まあ、実はそうではないっていうのを今からやっていくんですね。で、これはですね、やっぱり直感に反する感じがするわけですね。で、まあ、やっぱりこういう時にはですね、やっぱりまあシミュレーションするわけですね。で、ちょっとこれが私がしたんじゃなくて、これ、だからまず問題はなくてですね、プレイヤーは扉を変更するべきだろうかっていうのが問題です。で、実際その当たる確率がですね、変更せずにいる場合と、変更した場合でこれ変わるっていうんですね。で、実際今これシミュレーションを私がしたのではなくて、ウィキペディアに書いてあるものを持ってきたんですけども、こんな感じになる。これ何を表してるかっていうと、30回かな？
30回今の、ギャンブルというか遊びをしましたということですね。で、この1回1回の結果がまあここに書いてあると思ってほしいわけです。で、これどう見るかというと、この、この、これ A、B、C なんですけども、A、B、C に見ませんか ?A、B、C なんですけども、A、B、C の中の、この、初めの場合はこれ C が当たりですよ、ということですね。C が当たり。で、これちょっと、これは、矢印なんですけども、これファーストチョイスで、初めに、選ばれた、違うな。これがファーストチョイスだ。これがですね、これが初めに選んだ、扉で、で、その後にこのバツを開けました。バツが開けられました。で、最終的に、チェンジをするとこれになると。チェンジをしたらこれになったんですね。で、この場合はだから、変えたので当たんなかったですね。変えたので当たんなかった。だから、この場合は、ここに書いてあるのは何かっていうとして、そのまま変えなかったら当たりましたですね。変えなかったら当たって、変えたら当たんなかったってことで、この、変えなかった場合の青い方が、この、なんだろう、カウンターが1上がってるって感じですね。そういうふうに見るというわけです。ですね。で、それで、まあ、30回やって、実際に、変えた場合に何回勝ったか。で、変えなかったら何回勝ったかっていう、こういうふうに書いてるんですね。で、そうすると、30回やって、もしこれ変えていたら、19回ぐらい、勝っていて、最終的に、変えなかったら、11回しか勝、まあ、勝たなかったというか、だからまあ、なんだろうな、これ見ると、その勝つ、勝たないの、その数が、2倍ぐらい違うと、その変えたか変えなかったり、変える方が多いですね。変えた方が、当たりを引きやすくなってる、というわけですね。で、なんでこんなことが起きるのかなっていうことに、まあ、なるわけですね。で、これが今、シミュレーションというか、実際に、まあ、やってみたらこうなったってことなんですけども、これ、数学的にこういう結論が得られますってことを今から計算していきます。で、だから問題はですね、何なのかっていうと、これ、まあ、何を計算してるのかってことをちゃんと、理解するってことが重要で、まあ、これがですね、一番この問題の難しい部分なんですよね。何してるのかってことをちゃんと、理解するっていうことですね。で、それ今からやっていこうと思います。それでですね、これですね。まず前提、これはだからどういう問題かと書きますけども、震災が各扉の置かれる確率は全部等しいとします。で、それは3分の1ずつ。だから3つ扉があるんですね。1、扉2、扉3とあって、その後ろに当たりがあるのはどれも3分の1の確率で、またしたら1になると。で、司会者はどの扉の後ろに身長あるか知っている。実はこれはですね、この前提実はだいぶ重要なんですけども、司会者はどの扉の後ろに新車があるか知っていると。で、司会者は後ろに新車がない扉を等確率で比較。だどういうことかっていうと、今こう3つ扉があるんですけども、で、プレイヤーは1つ選ぶと。で、そうすると、これが当たりである場合と外れである場合があるわけです。で、当たりである場合には、その残りの2つは外れなので、この司会者は、その外れである、どちらを開けるかっていうのは、こう、二分の一ずつの確率で決めるということになります。一方で、初めにですね、このプレイヤーが当たりを引いている場合には、司会者はどの扉の後ろに新車があるか知っているので、だからもう当たりの扉はこれ知ってるわけですね。で、もう一方は外れってことも知っているというわけです。で、この場合には、この外れの扉を確率1で、この司会者を開けるということになります。ですかね。っていうことが、この等確率で開くということなんですね。はい。で、状況は何かっていうと、今は、先ほどの例では、扉2を選択したって言ってますけど、今から、扉1を選択したことにして、司会者は扉2を開けたっていう状況を考えましょう。だから、今ここに書いてある字は間違ってるんで、この状況を表してないんで、ちょっと書き直すと、どういうことになってるかっていうと、プレイヤーは扉1を開きます。で、そうすると、これが当たりであるか、外れであるかっていうことが、まあ、起きるわけですね。まあ、どちらかは、プレイヤー知らないと。だけども、司会者は知っていると。で、司会者は、これが、まあ、当たりである場合には、この外れである扉を、
どちらかを2分の1ずつの確率で開くということになって、外れである場合には、司会者は扉の、扉2を開けるので、司会者は、あ、すいません、司会者は、扉3に値があることは知っていると。で、この外れである、扉2っていうのを確率として開くということになります。だから実際には、これですね、その、この上の状況は、まあ、実は起きてないわけですね。実際起きてない、起きてるかもしれないんだけども、起きてるかもしれないんだけども、どちらになっているかということは、もちろん、プレイヤーは知らないわけです。で、知りたい量、プレイヤーですね。扉2を開けた、扉には開いている、を開けたという条件のもとで、扉1に侵入者がある。つまり、その変えないで、当たりを引くことができる確率はいくつでしょうということを知りたいというわけですね。ここまでいいですか？はい、ありがとうございます。ですね。で、じゃこれを計算していきますね。じゃそうするとこれ、条件付き確率なので、条件付き確率の、まあ、定義に従って計算していくわけです。で、それをやっていきましょう。で、これが知りたいようですね。条件付き確率ですね。条件付き確率です。で、これ計算するんですけども、これは、条件付き確率の定義から何になるかというと、分子は扉1に侵入者があり、かつ扉2を開いたという確率です。これ立つですね。で、分母は扉2を開く確率です。で、これは、書き直すと、これですね。これになりますね。これも、条件付き確率定義を使って書いてますけども、扉1に侵入者があるという確率かける、その条件のもとで扉2を開く確率になります。いいですね。はい。で、今ですね、この中で我々が分かっている確率は1個あって、それは何か、扉1に侵入者がある確率です。3つの扉のどこに侵入者があるのかということは全部等確率なので、扉1に侵入者がある確率は3分の1です。だからこの部分ですね。の部分がもうこれ3分の1と分かって。で、あとし、この知りたい確率をですね、計算するためには、この分子に書いてある扉1に侵入者があるという条件のもとでの扉2を開く確率っていうのと、扉2を開く確率っていう、この、分母の確率ですね。この2つを知りたいということになります。まあ、この書き換えはですね、まあ、いわゆるその、ベイズの法則っていうのを使っているというふうに思ってもらってもいいわけですけども、まあ、その言葉は使ってません。で、何が重要かっていうと、この一番上のところはですね、この扉2を開いたときに、実際その扉1に侵入者があるんだっていうことを聞いてるんだけども、そのですね、原因と結果をですね、ここではこの逆転してるんですね。で、こうすると、この確率計算しやすいことになります。で、まあ、こういうふうに書き換えるのをそのベイズの法則で行うわけですけども、これやってみましょうということです。で、まあ、結論としては、この2つの確率が分かれるように、この分子の条件付き確率と分母の扉を開いたという確率です。で、この2つを、共に計算していきます。はい。で、じゃあまずですね、どっちからやるのかっていうと、ですね、こちら側ですね。どちらからやるのかちょっとパッとわかんないですけども、じゃあこれ順番にこの3つやっていきましょうと。で、何かというと、これ最終的にこう扉2を開いてるんですけども、あ、まずこれからですね。この初めの方の確率ですね。扉1に侵入者があるという条件のもとで、扉2か扉3、まあ、それぞれ確率2分の1で引き分かれるというのは先ほどの、戻りますと、これですね。扉1に侵入者があるという仮定のもとですが、これですね。なので、これ2分の1になります。ですね。扉1に侵入者があるという条件のもとでは、扉2を開く確率は2分の1です。これいいですか？はい。ありがとうございます。で、次ですね。じゃあですね、最終的にはこう扉2を開いているので、条件が扉2に侵入者がある場合と扉3に侵入者がある場合、これもやってみましょう。で、扉2に侵入者があったら、扉2は開かれませんから、扉2に侵入者があるという条件のもとで扉2を開くという確率は0になります。で、一方で、これですね、扉3に侵入者があるという条件のもとでは何が起きるかというと、ここ3つ扉があって、今、プレイヤーは扉1を選んでいると。で、侵入者あたりは扉3になるというふうになっているというときには、司会者はこの扉2を必ず開けます。ですね。だから、扉3に侵入者があるという条件のもとでは、扉2を開く確率は1になります。ここまでいいですか？この3つは。
ですね。だから今、これ、生体量と言ってるものの、この一番初めのこの確率、これは2分の1です。ここですね。2分の1です。実は、扉に置いてあった確率っていうのは、この3つの確率を使えば計算ができるということになります。なんでかというと、あ、これ、ギリギリですけども、扉に開くっていうのは、いつなのかっていうと、その初めに、じゃあ、もともとどこに新車があるのかっていうことで場合分けをすると、扉1に新車があるか、扉2に新車があるか、扉3に新車があるということになるので、その3つの形で場合分けをします。で、そうすると、この初めの方の条件付き確率は、先ほど計算したものです。2分の1、3、0、1です。で、後ろの方は、どこに新車があるのかってことは全部等確率なので、3分の1になるわけです。で、これ計算すると、2分の1ですね。本当かな？なんか、いいですね。6分の1は3分の1か2分の1ですね。はい。ということになります。で、これによって、この後ろの確率、これが2分の1だということがわかりました。で、前の確率、これも2分の1でした。ですね。で、そうすると、この、計算したかった、この扉2を開いたときに、実際変えなくて当たる確率、扉に新車ある確率というのは、扉に開いた確率っていうのが2分の1ですね。で、この条件付き確率は2分の1。扉1に新車ある確率は3分の1。なので、3分の1になります。だから何かっていうと、扉2を開けたときに、扉1に新車がそのままある確率は3分の1なので、変えないで、選択を変えずに、そのまま当たりがもらえるという確率は3分の1です。で、一方で、扉2を開けたときに、変えて、扉3に新車がある。もう一度。扉2を開いたときに、扉3の後ろに新車がある確率は3分の2なので、変えたときに当たる確率も3分の2になります。つまり、扉を変更すると当たる確率が3分の2に上がるから、まあ、結論としては変更すべきということになるわけですね。だから、まあ、これがですね、まあ、パラドックスというか、まあ、モンキーホール問題と呼ばれる、問題で、直感的によくわかんないけども、計算するとこうなるし、シミュレーション上でもこうなるので、これは正しいかなというふうに思うわけですね。で、やっぱり、重要なのは、多分二つあって、一つは、こういうふうに、数学的にちゃんと計算ができる、というか、仮面とかできるっていうことが、一つ重要な点と、こういうふうに計算してみてですね、本当にこれ正しいのかなっていうふうに、思うんですよね。まあ、だから、これ人間が考えてるんで、なんか間違うことも割となんかある気がするんですよ。だけども、実際にシミュレーションすると、やっぱそういう結果になってるなっていう部分もこうあるわけですね。だから、確率をで考えるときには、この二つをですね、両方とも行うってことは非常に重要で、シミュレーションだけやると、もしかしたらシミュレーションが間違ってるのかなっていう気もしちゃうし、数学だけその頭で考えてると、そっちが間違ってるのかなというふうに思うこともあるので、皆さんはですね、両方できるっていうのは非常に重要なんですね。プログラム書いてこういうこともシミュレーションできますし、数学的にこう式をいじって、計算することもできるっていう、その両方ができると、ちゃんとその、自分のやったこと、二つが、合致していれば、まあ、正しそうかなっていう、その正しさの確からしさが上がるような気はするわけですよね。なので、ぜひですね、そういうような形で、この確率と付き合ってもらうと、いろいろと、いろんなことが、間違えずに考えられるようになるのかなっていうふうに思うので、ぜひ試してみてください。以上になりますけど、よろしいでしょうか。はい。ありがとうございます。ではですね、なんだっけ、このリアルタイムの授業の、補足の部分はこれで終わりになります。ので、録画もここで終わりになります。